明日は西武対日本ハム2023年レギュラーシーズン、この対戦カードでは最終戦になるんですけれども、木村文和選手の現役ラストゲームなんですよね。あ、そうです ね、お疲れ様でした。思い出ありますか？彼がね、打者転向した時に、初ホームランを打ったんですよ、横浜スタジアムで、当時三浦大輔さん、三浦番長さんですね、もう代打で行ったんですけど、僕なんかベンチにいて、でキムがこう打席に行く時に、もう代打でまっすぐはないかと、代打は絶対変化球だから、しかももう三浦さんが変化球だからつって、変化球狙ってけって言ったんですよ。で、初球変化球見送ったぞ。何やってんだよ。たんすけど、まだカウントがワンワンぐらいになって、確かそこでカットボールかなんかをレフトスタンドホームランです。すごーい。言ったでしょ。